こんにちは、追っかけ情報局局員の原井田師匠です。今回は IUNEXT の7話のおさらいです。5ラウンド、コンセプト理解力のミッションです。4ラウンドの順位が下の練習生から順番に、グリーンの21、パープルのオーマイガール、レッドのレッドベルベットの3つから選びました。結果、パープルの部屋には2人しか行きませんでした。番組側はこういうのはもっと均等になるような感じの選択肢を作ってほしいですね。なんかオーマイガールに申し訳ない気持ちになってしまいます。後から入ってきた上位の練習生に押し出された練習生3人が自動的にパープルになりました。全員の順位だけで見るとパープルはだいぶ不利ですね。5ラウンドの点数は二次投票500点、現場評価団200点、コーチ陣700点で、ベネフィットは1位のユニットに100点、選抜練習生3人の中で最高点の練習生に100点です。ブラックミッションの方の点数はベネフィットだけに関係するということでしょうか。今回も本番のパフォーマンスを披露する前に、二次投票の順位が公開されました。それがこちらです。投票期間は7月7日から20日までで、放送で言うと2話の放送後から4話放送前日までです。ちなみに番組では一次投票の順位との比較を18人中の順位との差で書かれてましたが、脱落者3人が抜けたことによって上がった順位を上がったとみなすのはちょっと気持ち悪かったので、15人中の順位で書きました。こう見ると下位の方はほとんど変わってないですね。そして一番右に500点満点でのスコアも書きました。これは計算方法が前回と同じだった場合のものです。韓国と海外両方で1位の465,692点が500点満点として計算してます。だいぶ差が激しいですね。ヒメナの点数がかなり低いです。ヒメナが放送で目立ってくるのは4話以降なんですよね。私自身も4話から姫名の魅力に気づきました。なのでこの次の投票では姫名はもっと得票数が多いはずだと思ってます。今回だいぶ不利な状況だけど、ここを乗り切ってほしいです。それにはパープルユニットにベネフィットが欲しいところですね。一次投票では海外の1位はイロハでしたが、今回はジウです。ジウは韓国人気とはだいぶ違いますね。それでは本番です。各ユニット最終的に決まったパートの番号順に並べました。まずリーダーやパート決めのルールは、全員が自分の望むパート分けをボードに書いてプレゼンする。それを聞いて一人をリーダーに選ぶ。そのリーダーのパート分け通りにするというものでした。グリーンでは高音が多い5番パートに全員がヘウォンを選んだ感じでした。ジミンのボードには5番4素と書いてありましたが、テロップではジミンは5番にヘウォンを推薦したと書いてありました。番組的にもヘウォンに5番をやってほしかったのでしょうか。結果、ミンジュがリーダーに選ばれて、ミンジュが書いた通りのパートになりました。ヘウォンは望まない難しいパートを当てられてかわいそうでしたね。ヘウォン以外高音が出ないみたいなことを言ってましたが、みんな上手いから出るような気がするんですけどね。本番ではミンジュの歌の上手さにびっくりしました。もともと上手いのはもう分かってたけど、声の質もすごい私好みでした。終了後すぐユニット内の1位2位3位だけ点数が公開されました。ユニットの合計点からこの3人の点数を引いて、残った2人の平均点は 595.5 点です。だいぶ低いですね。次はパープルユニットです。ここはパートの問題がありました。まず全員分のボードは見えなかったんですが、リーダーはシャネルに決まりました。そこでシャネルはボードに書いたパートとは違う采配をしました。モカが1番か4番をやりたいと言って挑戦したけど、結局シャネルのボード通りのウォンヒが1番、モカが2番になりました。そこまではわかるんですが、その後シャネルは自分で4番って書いてたのに、ラップがやりたいからと3番にして、
姫名を4番、ソヨンを5番と、ボードとはかなり違うものにしました。これのせいなのか何なのか、シャネルは苦戦しましたね。中間発表の後、最後のサビのパートを変える、その代わりに自分のパートをやってと頼んでも、モンヒが笑いながら拒否してました。切実に頼んでるところを冗談と捉えられて腹が立ったのは分かりますが、脱落したい発言だけはしないでほしいですね。脱落したいなら前回脱落してしまった練習生と代わってあげてほしかったです。脱落したい人とユニットを組まなきゃならない練習生に迷惑ですね。この曲のパートが気になったので、パート表を書き出してみました。これが番組で出てたパートの表です。ちなみにこの4行だけは映らなかったので、本来誰のパートなのかは分かりません。そして本番ではこうなりました。前半のウォンヒのパートの2つがソヨンに変わって、後半初めのソヨンパートがウォンヒになって、そして問題の最後のサビはシャネルになって、その後のシャネルパートをウォンヒが担当してました。パートが少ないヒメナは見た感じ余裕も感じられたので、揉めてたパート変更ヒメナでも良かったんじゃないかなと思ってしまいます。本番では脱落したいはずのシャネルのラップは良かったですね。シャネルはこのコンセプトを嫌がってたけど、私は似合ってると感じました。そしてモカはとても可愛かったです。点数は4位のシャネルだけ公開されました。シャネルの下が1人いることにはなりますが、残った4人の平均点は710.25点です。最後にレッドユニットです。レッドベルベットでレッドだとレッドフレーバーだと思ってました。部屋のドアの写真は5人のレッドベルベットでしたが、曲はアイリーンとスルギ2人のユニットの曲でしたね。ユニットだとグループのイメージって変わりますよね。イメージで選択させてるのに、これはなんかちょっとルールと違う気がしちゃいました。このレッドユニットではユナがまた新しい姿を見せてくれました。リーダーをやりたいという姿勢や、リーダー役がジウに取られてしまうところ、そしてそれをジウ本人に相談するところ、あとパープルユニットに振りを教えてあげてるシーンもありました。オーディション番組にとって一番好印象の前向きな姿勢ですね。かつてリーダーに横から耳打ちとかしてたユナとは別人のようです。フーナは曲名を聞いた時に選択を誤ったと言ってましたが、トレードに参加してませんでした。ということは練習していくうちに良くなってたんでしょうね。本番でもフーナのいいところがしっかり出てました。フーナだけではなく全員かっこよかったですね。このユニットの個人点は1人も出ませんでした。5人の平均点は744.6点です。高いですね。3組とも見ると、確かにパープルユニットだけ1曲通して全部に振り付けがあるんですね。シャネルの言う通りアンフェアではある気もしますね。この時点ではレッドユニットの勝利ですが、この後各ユニットから1人ずつ選抜メンバーを出してブラックミッションが行われます。この動画の冒頭でも言いましたが、本番の最初に投票500点、現場評価団200点、コーチ陣700点って書いてあったから、ブラックミッションでもらった点数が全員に加算されるわけではないんですよね。ユニットの勝敗にだけ使われるということですよね。となると、この後個人に加算されるのは勝利ユニットに100点のベネフィットと、選抜3人の中の1位の練習生に100点のベネフィット、この2つとなりますよね。ってことは、その3人以外だったらば、この先最高でも100点しか加算されないってことですね。というわけで、投票の点数をここで足してみます。個人点が出てないメンバーはユニット内での平均点しかわからないのですが、それで足してみると、この時点でヘボン、ヒメナ、ソヨンはちょっと危ないですね。グリーンユニットで言うと、ここはヘボンとジヒョンの2人の平均点ですが、ヘボンの方はフィードバックで指摘が入ってたので、ジヒョンよりも下の点数の可能性が高いかもしれません。704点より下となってしまったら、たとえベネフィットで100点もらっても脱落圏内から抜け出せないような気がします。
またパープルの姫なソヨンも危ないですね。このユニットにはシャネルの点数より下の人が1人います。その1人が誰なのかは分かりませんが、モカは褒められてたので違うと思います。姫名も一応褒められてはいたのですが、分量が少なかったので目立たなかったかもしれません。ソヨンについては個人的なフィードバックが何もなかったので、ソヨンも怪しいですね。でもベネフィットがもらえればまだ可能性はあるかもしれません。そしてレッドユニットは現在一番ベネフィットに近いのですが、フーナもベネフィットがもらえるかどうか大事なところですね。ただこのオーディションはパフォーマンスを披露する前に投票の順位が発表されているので、投票順位が下の練習生をどうしても残したければ極端にいい点数を入れることも可能です。まだまだ分かりませんね。ちなみに選抜の3人は誰だと思いますか？予告で見ると、レッドの部屋では4人がイロハを送り出している後ろ姿が映っているので、おそらくイロハですね。グリーンはミンジュとジヒョンが応援しているとこと、ヘウォンが驚いているところが映っているので、ヨンソかジミンです。パープルはウォンヒが応援しているので、ウォンヒ以外です。その後の順位発表式の時の姫名の髪型が選抜3人のシルエットの髪型と同じなので、パープルは姫名かもしれないなと思ってます。そして次回予告の運動会みたいなのに映ってる練習生だけは脱落ではないのがはっきりしてます。ヨンソ、ジウ、ジミン、ミンジュ、ユナ、モカですね。私はモカ推しなのでそこは安心なんですが、姫名のこともまだまだ見ていたいので、次回まで不安なままですね。それでは今回の動画は以上です。払いたい師匠でした。ありがとうございました。